また大した軍勢だね。若を先に行かせてよかったよ。この戦、生き延びられるかわからないからさ。俺を生かすため犠牲になるなど許さん。必ず助けるぞ馬隊。微力ながら私もお手伝いいたします。戦ぶり、お見事。ほう、敵にまだ増援に来る将がおったか。よい、我が操り人形に通させよ。よい、敵を滅ぼす。雪村さんとの忍び。攻める。俺の番だな。受け取ってくれ。補助力いたす。あれ、私。クムツの術が解け。まだ使いこなせておらん。こりゃまた意外な援軍だね。宝徳殿はもう敵だと思ってたよ。かの幼者の作戦によりもはや職も義もない。ならば同胞を助けることが死の本部の心得。必殺無影らせん客。お見事な武勇にございます。一段と冴えたおいでですな。受けてみよう。はいはい。戻ってくるかな。若、死ねたこと。
我ら清涼の部が結束すれば何者にも負けはしないからだ。しかり、まあこういうノリも嫌いじゃないよ。バカが戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟が台無しだよ。いらぬ覚悟だ。お前たちは共に生き延びるのだからな。俺の番だな。我が魂、今こそ披露せん。魔王騎参上。こっちはもう大丈夫。それよりも清盛を何とかしないと。一人で食い止めてる甲冑殿が危ないよ。お見事。俺の番だな。受け取ってくれよな。待てよ。敵将、討ち取ったぜ。Miss.
討ち取った。金髪のと呼ばれる方よ。俺の番だな。ほらよ、せいぜいあがくがいい。敵将討ち取ったぜ。受け取ってくれよな。武勇にございます。ワカ、門が閉まってるよ。光中殿、敵を進ませるために自ら門を閉ざしたのか。ここまでか。未来は若者に託そうぜ。光中殿、ようやく邪魔者が消えた。門を開けよ。悪者どもを踏み潰せ。音に聞こえた武田の騎馬隊か。無影らせん客。それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。清涼の誇りにかけて僕らは取るぞ。はいやおお、一段と冴えておいでですな。これ気当てる。って噂は聞いてたけど、前よりも力が強くなってるみたいだね。やるな、大したもんだぜ。せいせいはっせい。やっ
しかないようだな。お疲れさん。俺たちを助けてくれた若は、降参。いかなる方、これよりは。忍びが術にかっ。しかし、本当に過去に戻れるとはね。このまま幼女の出現前まで戻っちゃうよ。そうすれば。それは叶いませぬ。過去へ戻るには。今ここにあり、かつその時にも存在した方、その方の過去と今を結ぶ存在の縁をたどる必要がございます。これは細い糸をよすがに大河を渡るがごとくの行為ですが、かの幼女の出現という現象は世界を乱し、時の川に荒波を生んでおります。縁師の意図はその波を貫くこと、叶いませぬ。前回の同胞が幼者倒滅の方策を探っておりますれば、今は
救える方々をお救い申し上げ、お味方を増やされますよう。幼女の出現は阻止できないのか。それならかぐやさんの言う通り、仲間を増やしていくのが良さそうだね。そうすると小田原城の確保が優先かな。戦略上の拠点にできるし、仲間にできる人もたくさんいそうだし。でも俺たちが知ってる歴史だと、妖魔に包囲されて陥落しちゃうんだよね。小田原城の陥落を防ぐには、俺と芝生さんも過去に戻らないとかな。で、芝生さんは上田城、俺は道庫を守る。馬城さんにも動いてもらおう。そうすると敵の目は分散するでしょ。その隙に小田原城をいただきってね。前の歴史だとまともに救援しようとして失敗したんだよね。なんでこんな感じでよろしく。お見事にございます。小田原城、前の歴史でも助け、でも今度はさ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。一度は道をバチョ攻めるも鍛錬に行く。まあほら、幼者に小田原城を確保する。かつて半兵衛はあの時
自分が、はあ、報告、敵は南岸に、また早急に敵前、相手は人間である。うん、大きな戦、見るがいい。半兵衛、起きよ半兵衛。ああ、官兵衛殿は生きてる。不明瞭な発言だが。説明するにはちょっといろいろ面倒なんだよね。失礼。兵は小田原城に向かうのではなかったか。ああ、それやめたんだ。さ、行こう。うん。敵は南岸に本体を置いている。渡河を待ち、上陸直後を狙い合う。用まではないようだな。降りかかる災いは払わねばなるまい。さて、早いところ城をいただいてしまおう。このままじゃ挟み撃ちになる。すでに上陸した敵を放置しては危険だ。落石にて勢いを崩す。俺は本当は道庫を守る予定だった。でも俺は小田原に行き、道庫は落ちた。俺がここにいることで、きっと何かが変えられると思うんだよね。受け取ってくれよ。以前の歴史だと道庫は陥落してる。状況はまだこっちのが有利だ。きっと何か裏がある。油断できないよね。敵の追撃部隊は二手に分かれた。何を仕掛けてくるか分からんぞ。俺の番だな。そいつは妙だ。一気に挟み撃ちを狙ってくると思ったが。その戦ぶり、手本といたします。至極に存ずる。
敵の追撃部隊は南北に分かれた。一体は城に向かったようじゃと。やはり敵の動きが妙だ。一歩は食わされたな。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。龍馬の手先め、覚悟するがいい。安兵衛、貴様は龍馬に食らったのだな。ならば容赦はしない。ちょっと待って、いや、すっごい大事なことを。なぜだ。見事な戦ぶり。俺の番だな。敵の足を止め、奇声をそげ。へえ、ぬるいわ。この程度の策でわしは止められんぞ。おお、一段と冴えておいでですな。知ら、何故妖魔に見えたする。術で操られているのか。義と呉って確か敵対してたはず。でも義の格さんとこに呉の郊外さんがいる。なんか大きな目的があって一緒にいるのかな。俺たちみたいにさ、この時代。まあいい、攻め来たる者は迎え撃つまでだ。馬王騎参上。大したものよ。操られた者の力ではないわ。無礼な戦客。いとってやガキちゃん、あの目つきの悪いおっちゃん追い込むで。その戦ぶり、手本といたします。これはまずい、抑えきれん。仕方ない、川を渡ろう。
メス。ダモーギが討ち取った無影らせん客だ。はいやー、その戦ぶり手本といたします。見事な手並みであられ。たくさんの卑弥呼に押されて近づいてきた。ここで直接話せば断じ解決。もうちょっと落ち着いて話し合おうよ。話が通じる人がいてくれたか。ダッキに偽の情報をつかまされたようでね。あんたたちをダッキの仲間だと思っていた。いやあ、面目ない。
みんなで盛大に潰し合ってる頃よね。ワクワク楽しみ。あれ、なんで仲良くなっちゃってるわけ？サブリ、手本といたします。骨ごと噛み砕いてくれよ。それぐらいにしといて。敵将、討ち取っちゃったよ。おお、一段と冴えておいでですな。闘志、何者にも止められん。まんまとダッキに官兵衛殿。ま、これ今は立花も